どうも、はい、中本としまーす。はい、今日はですね、僕がやってるセレクトショップリュウで、はい、新入荷がまたね、入ってきましたので、そちらをご紹介していこうと思います。今回もね、すっごいデリバリーが入ってきて、めちゃめちゃテンション上がってるんですよね。やっぱりデリバリーが入ってくると、非常にテンションが上がります。これ間違いないです。自分が選んでるだけあって、やっぱり、まあ、やっと来たかって感じが、すごいして、めちゃめちゃテンションが上がってるさなかで、このね、動画を撮っていこうと思いますので、早速ね、ご紹介していこうと思います。僕が着ているセットアップ、デルカマラさんの予想シリーズがね、やっと入ってきましたので、そちらのご紹介とともに、僕が今季一番来たかった、もう一番来たいと思っていたコートが入荷いたしましたので、そちらもね、ご紹介していこうと思います。では、早速行きましょう。はい、ご紹介していきます。今、僕が着ているこちらですね。はい。デルカマラさんのよそ行きのセットアップが入ってきましたね。はい。ジャケット2型とパンツが1型入ってきております。よそ行きドロップジャケットですね。はい、シングルの仕立てになってますね。で、こちらがよそ行きのダブルジャケットになりますね。はい、よそ行きダブルジャケットです。ブラックとグリーンの今回は2色ですね。ブラックは毎シーズン定番でやられているんですけれども、グリーンが今回の 20AW のカラーとして入ってきております。すごいね、渋みのあるグリーンでね、いい感じのお色になってます。一つ前のシーズンだとレッドブラウンっていうね、ちょっとオレンジっぽいブラウンだったりしたんですけど、今回はね、ちょっと深みのあるダークグリーンっぽいグリーンが入荷しております。この色めっちゃいいですよね。一番の違いが、僕が着てるドロップジャケットがシングルで、こちらがダブルって感じですね。僕は 176cm 普通体型でサイズ1を着用させてもらってます。1でちょうどいいかなって感じです。0でも着れるんですけれども、ちょっと袖が短くなるかなって感じです。0だとやっぱり身長 160cm 台の方とか女性の方は0でいけると思います。 170cm 台だったりとか 170cm 後半だったりする方はサイズ1でいいんじゃないかなと思います。はい、僕は実際ね、ほんとちょうどよく着させてもらってるので、試しに0を着てみてるんですが、こんな感じですね。全然着れないことはないんですが、ちょっとやっぱ袖が短いかなって感じですかね。うん、こんな感じ。まあ、その辺を考慮してサイズは0と1選んでいただければと思います。はい、ダブルの方はサイズ1で黒を着るとこんな感じです。いや、いいっすよね。黒はね、定番でいいと思うので、今ちょっと下のパンツがグリーンなんであれですけど、はい、こんな感じですね。まあ、ダブルの方がフォーマルに使えるかなって感じです。やっぱりこのよそ行きのジャケットとかよそ行きのセットアップっていうものって、デルカマラさんの中では定番で非常に人気のあるシリーズで、はい、これが一応ダブルですね。いやー、めちゃめちゃいいですね。セットアップできるとすごいんですよ。パンツもね、すごいシルエットが綺麗で、タックワイドパンツということで、黒とグリーンで2色入っているんですけれども、まあ、タックが入っていて、ワイドパンツとなっていて、ウエストの部分にね、こうベルトがついていて、こちらでね、調節することができるようになっております。からグリーンも一緒ですね。僕が履いてるのも一緒です。めちゃめちゃね、かっこいいんですよ。形がね、すごい綺麗なんですよね、シルエットが。2サイズ展開で、僕は一応今履いてるんですけれども、やっぱこのワイドパンツがね、めちゃめちゃ履き心地いいんですよ。このよそ行きシリーズって何かっていうと、この素材感、ウールギャバナの素材感がよそ行きシリーズといって、もう毎回定番として出されているようなアイテムになっていて、ちょっとよそ行きっていうぐらいなんで、よそに行くぐらいのその、なんていうか、上質感があるようなものになってるんですよね。今回この色がやっぱり僕はいいなって思いましたね。グリーンのセットアップってなかなか買うことないだろうなと思ったんで、シングルとダブル悩みますね、これね。セットアップとか持ってないよって方とかでもかなり入りやすく、パンツが2万3000円でジャケットが3万1000円なんで5万4000円とかで買えちゃうんですよね。本当に非常にコスパはいいと思いますので、まあね、僕前コスパがいいブランド3選でもご紹介させてもらったと思いますが、非常にいいと思いますので、ぜひね、概要欄のオンラインとかから見てみてください。それと同じく、これもね、毎回すぐ速乾していたんですが、そういう機のトートバッグが入荷いたしました。いつも出ているブラックとダークグリーンのグリーンの2色ですね。素材がよそ行きなんで、上質感もありつつの、まあ、この値段も安いっていう、非常に なんでこんなに安くできてるんだろうっていうぐらいのめちゃめちゃいいバッグですね。紐が自分で縛れるので、まあ、調節ができるんですよね。だからここの長さが、うん、まあ、こんな感じでいいですけどね。すごくここがね、止めるところがマグネットになっていて、パチンとね、こうパチンと、はい、止まりますので、力入れてカチンとしなくても大丈夫っていう風になっておりますね。かけてもいいですし、こういう風に持ってもいいですしっていう、こんな感じでもいいですしね、普通にこうやって持っていただいてもいいですし、ぜひね、気になる方はこれも同じくしてみてみてください。お次はこちらですね。マーブルプリントダウンジャケットが入ってきましたね。マーブルプリントシャツっていうのがうちあったんですけれども、それがまあもうすぐ売れてしまって、今回はね、そのダウンバージョンが入荷いたしました。ダウンなんですけれども、これね、シルクでできてるんですよ。やばくないですか一番外がシルクなんで、めちゃめちゃ上質なダウンジャケットとなっております。こんな感じですね。いやー、いいっすね。あったかいっす、めちゃめちゃ。あとダウンジャケットを、まあ、作るんだったら上品なものを作りたいということで、このダウンジャケットができた感じですね、シルク。しかもダウンの配分とかもすごいうまく考えられたりしていて、まだね、ダウンの量をわざわざ調節して綺麗なシルエットで見えるように作られているダウンジャケットですね。めちゃめちゃ綺麗ですけどね。てか色がすっごい綺麗だな。やっぱりこの地層を表現されたお色になっているんですけれども、すっごい綺麗なお色となっておりますね。インパクトの強いダウンをね、探されている方はぜひね、見てみてください。はい、次いきます。お次はこちらですね。
はい、もうこれがね一番僕が着たかったコートになるんですけれども、はい、これがね一番待ち望んでいたコートになるんですが、同じく MSU さんのオーバーローブコートでございますね。はい、これねめちゃめちゃかっこいいんですよ。これ、まあ、まあ着てみてもう見ていただいてると分かると思うんですけど、めちゃめちゃかっこいいんですよ。これ本当にオーバーサイズでガバッと着れるようなコートになってるんですけれども、ちょっとねコートでこんなに着たいなと思ったのめちゃめちゃ久しぶりなんですよね。なんか最近やっぱ丈短いのが気分にはなってて、やっぱねかっこいいですマジで、うん、これ本当にかっこいい。このピンを使っていただいて、まあ、締めていただいたりというのも全然できるんですけれども、紐でも縛れるようになっておりますので、はい、どちらでもいけると思います。まあローブのようなコートですよね、簡単に言うとオーバーローブコートって言ってるので、いやめちゃめちゃかっこいいですよねこれ、うん、びっくりしてますもん本当に。やっぱり届いてやっぱめちゃめちゃかっこいいじゃないかっていうところでね、非常にシルエットも綺麗ですし、なんていうんですかね、なんか本当に着たいなってめちゃめちゃ思ったコートですね。なんかうまく伝えられないですね伝えろよって感じなんですけど、これは4648なんですけれども、ほとんど46と48であまりサイズ感が変わらないので、どちらも同じ感覚で着ていただけるんじゃないかなと思います。僕は48でしたね、うん、48の方がいいなと思いました。いろんな糸が混ざったようなお色になっていて、ちょっと黄色とかが混ざってるのかな。ぜひこちらも見てみてください。はい、いやこれ本当かっこいいな。ダイリクさんのミルスペックプリンテッドニットになります。はい、これもねすごく着やすいニットになっております。ウールとアクリルでできているニットになるんですが、非常にねこの辺りとかにねこうミルスペックがプリントされてるよっていうニットになります。プリントって言ってもねほとんどペイントみたいな箱になってるんですよね。わかります？なんかペンキで塗られたような箱になっていて、かなりね手が込んだニットになりますね。コーディネートに入れやすいアイテムなんじゃないかなって思います。ダイリクさんの、メルトンロングピーコートになりますね。おすごい重厚ですね。メルトンロングピーコートというくらいなんで、ロングのピーコートとなっております。結構ね襟元にボリュームがあるようなコートになってますね。全部こうやって全身目でもいけると思いますし、ちょっとねこういう風に開けてたりでもいいんじゃないかなって思います。ダイリクさんはね去年僕も AW でバッフルコートを買わせてもらったんですけれども、 P コートということで、まあずっと使える定番の P コートですよね。本当に非常にいいなと思います。ちょっとスリムなシルエットになっていて、かなりねモードに着こなせるようなアイテムとなっておりますね。まあ、P コートってもともと軍物だったりすると思うんですけれども、 P コートっては短いじゃないですか。それのロング版ということで、時代に流されず着れるようなアイテムなんじゃないかなって思います。うん、めちゃめちゃ僕は好きですねこのコート自体。スーツで仕事されてる方とかも上に羽織れるようなアイテムなんじゃないかなと思います。カジュアルとはちょっと一線を画した、うん、いいアイテムだと思うんで、ぜひね気になる方はこちらのコートも見てみてください。はい、こんな感じでねいかがだったでしょうか。アウターセットアップとねコート、はい、僕が一番着たかったことも入ってきたんでめちゃめちゃ嬉しかったです。はい、今回ちょっとね駆け足でご紹介させていただいたんですけれども、まあ気になる方はね9月は土曜日が営業日となっておりますので、これが金曜日に上がってると思いますので、ぜひね気になる方は店頭に見に行っていただいたりとか、このタイミングダイレクさんだったりジョーカマラさんだったりっていうのはオンラインの方で発売開始しておりますので、ぜひそちらもね合わせて見てみてください。はい、こんな感じでね僕はいつもファッション系動画上げております。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価を何卒よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。